今日ちゃんは甘がさけ、甘がさけては夏みかん、どうも夏みかんです。はい、ということで今さっき帰ってきてなんでマスクしてるかというと矯正をするので歯を抜歯してきました。前回矯正について自分の歯並びについてっていう動画を出させてもらってすっごいコメント欄がみんな優しくてめちゃくちゃ幸せいっぱいで嬉しかったです。ありがとうございます。今さっき抜歯してきてもちろん今すっぴんなんやけどまだそんな腫れてない。ちょっと今この中にガーゼが入っててオッケー口も開けられへんし今だ麻酔してるからここ全然もう感覚が全くないのだからちょっと喋りにくいねんけどそれこそ矯正をしますっていう動画を出させてもらった時にこれから矯正をしていく時にことあるごとに動画を撮るって思ったので今こうして動画を撮っています。とりあえず矯正するのになんかまた一歩前に進めたなっていう気持ちになれてるのと矯正するにあたって今まで一番怖かったのが歯を抜くこと一番痛くて怖いって思ってたんやけど今の時代ってほんまにすごいなって思ったんがなずみかんは今回口に麻酔をしたのと鼻にこういう吸引器みたいなのをつけて言ったら全身麻酔の一歩手前みたいな正気麻酔って言うんや。正気麻酔って言ってなんかお酒とかいっぱい飲んだ時にふわーんって頭が鳴るんやけどそれの同じような感じの鼻にこうつけて頭がポワーンってなってる状態で口にもちゃんと麻酔をして抜歯をしたから全然全く痛くなくてもうはい終わったよって言われてえもう終わったみたいな感覚やったからめちゃくちゃ大丈夫やった。だから、結構さ、夏みかんも歯を抜く、なんか矯正イコール、親知らず抜くとか、歯を抜くとか、そういうのが結構怖かったりすると思うねんけど、夏みかんもそのうちの一人やってんけど、思ってた以上に全く痛くなくて、まあそれは個人差っていうのもあると思うから、一意見として聞いてほしいねんけど、思ってる以上に全然痛くなかったです。今回矯正するにあたって夏みかん3個歯を抜くことになったの。1個はこの親知らずで、あとの2つは普通に生えてる歯を抜くことになりました。お話をした結果。今回抜いたのはこの2つ。親知らずじゃないうちの2つを抜歯して親知らずはまだ抜いてないから今回そんな腫れはないと思うねんけど抜くとき そう聞いて歯を抜くときになんか全然痛くはないねんけどなんか歯を抜くときにこうガリ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 ってなんか脳にくるのと音がする音がガリガリガリっていう音がしてちょっと怖かった。大丈夫これほんま大丈夫と思いながら痛くはないねんけど音がめちゃくちゃ怖くて痛いんちゃうかっていう気持ちになりました。うちめちゃくちゃ怖かったよ。抜歯するときねめちゃくちゃ怖くてもう逃げよっかなとかもう帰りたいなとかちょっと熱出たって嘘ついてまた後日にしようかなっていうのも正直考えたんやけどいや待てよと思って前回出させてもらったそれこそ矯正の動画のコメント欄を呼ばれる時にこうやってみんなこうやって見てうわ待てがなっちゃん頑張ってくださいとか一緒に矯正乗り越えましょうとかみんなのコメントにめちゃくちゃまた支えられて応援してもらえてると思ってよし今日絶対抜くぞって思いました。だからね、どうしても今日動画撮りたかったんよ。みんなにお礼言いたくて、本当にありがとうございます。今、口こうやってマスク取ったんやけど、バイ菌とか入らないようにした方がいいって言われたんで、今回抜歯した直後なんで、ちょっとマスクさせてもらいますね。お薬はもちろんもらって、また明日ね、抜歯したところお薬しに行くから、また明日行くねんけど、こういうなんかね、抜歯の感染予防の薬みたいな。バイ菌が入らないようにするっていうやつをもらったのとどうしても夜とかね痛くなったりとかする人も中にはおると思うから痛み止め3日分もらって血がめちゃくちゃ出てきちゃうからこういうこのガーゼをもらったのと抗生剤って言ってこの朝と夜1粒ずつ飲んでくださいっていうお薬ももらいました。なのでこれから歯を抜いたりとかする人
のちょっとでも参考になればいいなと思ったんやけど、あの痛かったらこの薬止めを飲んだらちょっとはマシになるから大丈夫だよって言ってもらったし、まあとりあえず変な感じはするよ。もちろん今めちゃくちゃ今ね、まだ腫れてはないというか、今回親知らずがちゃうねん。聞いてみんな、夏みかんのさ親知らずってさ、こう綺麗に生えてないんやって、抜くやつこんな感じだから、ここの皮膚を切って親知らずをぷよんって抜かないとあかんから、もう絶対腫れんねん夏美のこの、まだ抜いてないけど。あとずっと健康に綺麗に生えてる歯はこうポッて抜くやん、それは結構腫れないねんって。だから夏美くんも今回抜くときに腫れますかって聞いたら、うん、腫れないと思うって言われたから安心してるんやけど、あのまだ全然腫れてる感覚もないし、全然痛いっていう気持ちにもなってないから大丈夫。ただよ、ただほんまにびっくりしたんが、血がめちゃくちゃ止まらへん。こうやってやってもらってる時、なんか歯抜いて抜き終わった時ももうこの辺が血だらけみたいになって、こう拭いてもらったりとかしたぐらい、やっぱり歯を抜くってすごい大掛かりなことなんやなって思ったし、あの今現在夏みかんは今から矯正をするから、今抜歯をしてきた状態やけど、今まで抜歯したりとか矯正してる人すごいなと思って、夏みめちゃくちゃ尊敬します。一回ですぐできる人もおるんかおらへんのかわからへんけど、大抵の人は歯を抜いたりとかいろいろ検査したりとかしないとあかんみたいなんで、あの今まで矯正してる人もそうやし、歯を抜いたりとか抜歯してる人はすっごいなって夏美香をめちゃくちゃ尊敬しました。だからまあこんな感じで、まだあの矯正はまだ始まってないねんけど、今日は抜歯したよっていうのをちゃんとみんなに伝えたくて動画を撮りました。あともう一つ伝えたかったんが、夏美のママとパパが前回の動画を見て、コメント欄もめっちゃ一緒に見て、あのみんなにお礼言っとった、温かいコメントありがとうございますって言ってたので、あの夏みかんがそれをみんなに伝えようと思います。あのママとパパからみんなにあの温かいコメント本当にありがとうございます。みんなからしたら YouTube を投稿してる一人の女の子、別に自分の子供ではないけど他人の子っていう、みんなから見たら夏美はそういう人やん。だけどその自分の娘のようにコメントをしてくださってる方もいたりとか、自分の子供のように思ってくれてる方もいたりとか、それこそママとパパがすごいいい育て方をしたからこんな子に育ったって書いてくださってたりとか、いやちょっとおこがましい、自分で言うのちょっと今のちょっとなんかあかんな、ちょっとおこがましいとかあれやな、ちょっとおかしくなっちゃったかも。でもほんまに、でもそういうコメントを書いてくださってる方がたくさんいて、本当にもう全部みんなのコメントを見させてもらって、またママが嬉しくて泣いてた。それを見て夏美香も泣きました。でもなんかそれこそ矯正をするってもう夏美香は覚悟を決めて一歩今前に進んでいる状態なんやけど、みんなからのまあいろんなコメントで今回矯正しようって覚悟ができたので、みんなに感謝いっぱいやし、これから先この矯正を考えてる方とかがたくさんいたら、どんな形かわからへんけど、今回夏美くんも抜歯をしてきて、さらに矯正するのが楽しみになったし、また新しい自分に出会うのが楽しみやなっていう気持ちでめちゃくちゃいっぱいです。今回はちゃんとみんなにお礼が言いたかったのと、これから今抜歯をして矯正が始まったら、もっともっとこんな感じで喋りにくくなっちゃうと思うねんな。でもだからといってなるみ動画を止めるっていうよりも、こんな喋り方になっちゃうかもしらへんけど、ちょっとずつちょっとずつ矯正が進んでいってる姿だったりとか、矯正以外での動画もそう、スキッピのしんちゃんと楽しい動画やったりとか、動くたんび歯がね、矯正始めて歯が動くたんびに一人も何十倍も痛いって言われてるから、その時の様子やったりとかを動画を撮っていこうって思っています。綺麗な歯並びとかやったら気持ちがいいかもしれんけど、夏美はさ歯並びが悪いからさ、ちょっとみんなにさ見たくないなって思わしちゃう方もいらっしゃるかもしれないので、その時はぜひごめんなさいやし、全然歯並び
見たくないって人は飛ばしていただいても大丈夫です。歯並び系は。でもそれ以外の歯並びじゃないちゃうような動画はみんな見てね。と、今回は、抜歯をしてきましたっていう報告でした。と、まずは、第一クリア。矯正をするにあたって抜歯がちゃんとできました。イエーイ。ちょっとずっと怖かったんですけど、ほんまにみんなの応援のおかげで、もうピューって抜歯も乗り越えました。次は親知らずの動画をまた撮ります。じゃあ皆さん、今日も動画お話を聞いてくれてありがとうございました。お薬をしっかり飲んで、夏みかん綺麗な歯を保ちたいと思います。みんなのことは大好きだからね。バイバーイ。皆さん、ですね、抜歯して帰ってきてすぐ動画を撮った時は、全然痛くも何もなかったんやけど、血が結構出るなぐらいやってんけど、あれから4時間ぐらい経って、今、めちゃくちゃ歯茎がめちゃくちゃ痛い。今ちょうどこの痛み止めを飲みました。先生が言っとったんやけど、出血がいっぱい出る人とそんな出ない人がおるみたいな。を言ってたんやけど、夏美は結構出血がめっちゃ出るタイプやから、こういうその薄いこういう感じの、こういう感じのね、ガーゼをその先生にもらったんやけど、もうそのガーゼが全然足りなくて、それぐらい血が出ちゃうから、今ママが買いに行ってくれてます、このガーゼを。思ってる以上に今、抜いたところがめちゃくちゃ痛くて、なんかまだ矯正始まってないけど、こんだけ、歯を抜いた時点で痛いって思わんかったから、まず一つ、まず壁にぶつかってます。何が一番辛いかって、なんかその、まず、もう口の中がずっと血の味がするから、ちょっと気分が悪くなっちゃうのと、今日は、抜いたばっかりやから、あんまりね、ご飯とかも食べたくても食べられへんから、空腹、お腹が空いてきてもなんか、食べれない。もう痛さが勝っちゃうから食べれないっていうのと、抜歯だけでこんだけ辛かったらもうこれからどうなるんやろっていう気持ちでいっぱいです、今。一つアドバイスとしたら、これから抜歯したりとか歯を抜く人、さっきいっぱいご飯を食べて行った方が絶対にいいのと、人それぞれによると思うけど、このガーゼは絶対にいっぱいあった方がいいですね。帰ってきてすぐ動画撮った時は全く痛くもなかって血が出るぐらいで全然喋れたのに、もう今はさ、こうやって動画を撮ってるから喋ってるけど、もうそれ以外はもうずっと痛い痛い痛いと思いながら過ごしてます。これ何が嫌かって、今日抜歯して今日も今もこれで痛いけど、次の日明日の方が痛くなる人も多いらしくて、痛くないことを願いながら、まあ明日朝一からね、夏美その抜いたところの消毒をね、もう歯医者さんにしに行くから、ちょっとその時までにはちょっと痛さなくなっててほしいなって思うんですけど、綺麗に歯がね、綺麗になって、もっといろんな人にね、笑顔と元気届けたいし、笑う自分をもっと好きになれたらいいなって思うので頑張ります。ということで、ちょっとこの気持ちを伝えたくて動画を回しました。矯正頑張るぞ。おー、バイバイ。最後笑顔で終わらな。バイバーイ。またねー。バイバーイ。大好きだからね。